ちは、あ、まあ今日なんですけど、サッカーの試合にこれから今行ってきます。それで実は、もう公式戦なんですけど、リーグ戦は1ヶ月前かな、もう5試合消化されてて、今年6試合目なんですけど、実は、試合、リーグ開幕の週にちょうど骨折をしてしまって、小指の骨なんですけど、足ので、はい、その間ずっと休んでました。で、これが、僕にとってのシーズンの開幕戦というか一番最初の試合になります。で、今、夜の金曜日の、夜の6時くらいかな、6時半か、6時半で、試合が8時半からあります。それで、いつもだったら、普段だったら、土曜の3時に試合なんですけど、今日の対戦相手のホームは毎回金曜日の8時半、相手の今日アウェーのゲームなんで、今から向かいたいと思います。で、今日はその試合の様子とか、まあ、でもな、普通にロッカーの中とか撮れるか分かんないけど、まあ、本当に試合で真剣にやるから、だから、まあ、最初入ってバーって入って誰もいなかったりとか、もう全然まだ余裕で早く着いたら撮ろうと思うんですけど、まあ、まあできる限り撮って、自分がどんな環境でサッカーしてるのかっていうのをお伝えできたらいいと思います。それでは、行ってきます。ただいま、7時半なんですけど、シニアの自分たちの試合の前に、リザーブの選手が試合してます。ピッチはめちゃくちゃ綺麗ですね。超綺麗、超綺麗。 2 hours later。今ちょうど試合が終わって、なんとか90分やりきって、結果は1-1で、まあ、ワンアシストはすごい省エネのプレーして、まあ、その結果ワンアシストできたんで、まあ、怪我なくやれたから、とりあえずもう、あーなー、It's my belong the YouTube back on。It's my vlog, YouTube. YouTube? Yeah. So, 彼はブランジェット。愛してる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 。そう、で、今まあ。たまたま金曜、おはようございます。金曜、たまたま金曜試合で、みんな土曜試合だから、見に来てくれて、まあ、嬉しかったです。まあ、力になりました。はい、まあ、ゆい、これはゆいです。初登場で、まあ、こんな感じで OK。 インスタートくまあまあまあ、こんな感じ で、まあ、みんなとりあえずいます。みんないます、とりあえず。まあでもみんなあそこで食べてるけど、まあ、とりあえず今日友達いるんで。え？出席せえ。OK、オーダーです。今から帰ります。
誰かくらいよし行こう。いやーよかった、とりあえず久しぶりに気持ちいいわ。祭り、祭りこれ、ほんとやっぱサッカー楽しいよ、マジで。自分の好きなことできるって超いいことじゃないですか。はい、帰ります。あれ